残ってます。歯痛いんですよまだまだ痛くて、痛み止めが切れたかもしれない。公演前に飲んだんですけど、公演前だから切れてるか。ちょうど自分こっちも痛いんだよね。目の下キノコ描いたの、薄いキノコ。今日はゆうこさんの生誕祭だったからキノコ描きました。ここのね、歯がね、噛んだ時に一番最初に当たるんですよ。だから食いしばっちゃって当たる歯が痛いの。親知らず抜いた、前回抜いた時もね、抜いた後痛くなっちゃって、多分夜にね食いしばってるんだと思う。朝起きてめっちゃ痛いの。だからさ、ご飯食べるときにさ、こっちで噛めたんだけど、前回は。でもこっち抜いたから食べないようにしてて、そしたらこっちで噛むじゃん。噛むために痛いからさ、前歯で食べるしかなくて、で食べてるここで食べるとさ30分とかかかるのね、ご飯食べるのに。めっちゃかかる時間そう、リスみたいな。明日も明後日もラジオなので、まあ大丈夫だと思うんだけど。でもその後トーク会なので、4日間喋りっぱなしだったから、腹話術でいきます。だから滑舌悪いかもしれないけど、それはちょっと許して。歯をねつけないように喋ってるから公演はねもうしばらく1週間ぐらいかなはないはずだから、大丈夫だと思う。腕は昨日よりだいぶ痛くないし、ほんとだ、前歯で下噛むと。下噛みそう、ん下噛んでるんだよね熱はないよ。とっても眠たい。でも眠い。
縁の良し悪しは多分痛くならないと思うよ。生え方にもよるかもしれないけど、ストカホラボのメールまだ間に合うよ。間に合う、収録、まあ、まだ間に合うと思う。正直カホが放送する時までは間に合うと思う。ああどうだろう、ケンジさんがフォルダに振り分けてくれてるから、それがいつかによるかもしれないけど、パソコンの見方わかんないからさ、振り分けられてるやつしかわかんないんだよね。顔でもリアルタイムでそこに送られてきてるの見れるから、多分見れてるはずなんだけど、わかんないです。今日中に送ったら見れるよ。インドアかアウトドアかかと、キュンとした話みたいなやつと、なんだっけ、忘れちゃった。あ、それだ、年内にやっておきたいこと。カホは親知らずを抜きたかったので終わりました。そう、今日さ自己紹介の時に、公演だったんだけど、自己紹介の時に元素記号 K はカリウムじゃなくてのところは生誕のメンバーによく変えてんだけどね、 Y ってなんだってなったの。全部覚えてるわけじゃないからさ、マキコさんの時もそうだった、 M ってなんだと思って、だからもう数式単位で言ったんだけど、 Y ってないよって思って、 Y ってなんだっけってずっとね、1列目の人が自己紹介話してる時に考えてて、 Y あった気がするけどなみたいなY なんだっけと思って、イトリウムっぽいなと思ってそう、事前に調べてってないんですよいつもいつもねその場で考えて、あっと思って自己紹介の時に、あやべーってなって考えるから、なんだっけと思って考えて、ほののさんとかはね優しいんですよアルファベットが優しいんですよ。そう、でも Y はイットリウムっていうのがなんか覚えて、なんか別に習ったとかじゃないと思うんですけど、なんで Y はイットリウムって覚えてるのかわかんない。ご飯食べ終わりました。ほうれん草いっぱい食べた。ほうれん草になりそう。
ほうれん草なりそう。そう、キノコ残ってる。そのままマスクして帰ってきたから残ってるけどさ、今日帰りにさ電車乗ってたんですけど、隣の人がすんごいさ、もうこんな感じで寝てたのね。あのこう電車のさ窓側と窓側に椅子があって、みんなで向かい合うタイプの電車だったんですけど、こうなってさ、こうなっててさ、まあ一応注射させたところもまだ痛いんですよ、当たると。そしたらそこに直撃したの。だからさ、おいいと思って別にさ、こうなってることに対してさ、まあお仕事頑張ったんだなと、何かしら今日すごい全力で生きたんだろうなって思うからさ、うわーみたいなしないんですけど、さすがにさ、ここはさピンポイントで痛いんよ。だからさ、ちょっとと思ってさすがにさ、ワクチン打ったってことは分かれと痛い痛い痛い、わあ、わかわかれと思って移動したそれがなければね、まだは許せたんだけど、痛かったからわかんないかな。かもね、たまにね、通路にこうやって出ちゃう時があるの。なんか進行方向のに2人みたいな感じの座席の時に通路側に座ってると、たまにね、通路にこうやってね出て寝ちゃってる時があるので、起きてうわーと思って戻すんだけどそうやって爆睡しちゃってる時があるから、そういう時はさ、やっぱさ、そこの通路通りたい人がさ、うわあいつ邪魔だとか思ってさ、あの通れなかったり してるかもしれないからさ、そういうことはさ、カホもしちゃってるわけだし、別にあれなんだけど あ、シール欲しいよね、ワクチン痛いみたいなでも何回かうわーってやられたことある多分こう頑張って通ってこううわーってやられたことあるから、あ、いけねえと思ってこう戻ってインフルエンザのワクチンは打たないつもりです。打つとなっちゃうからさ、いつもだからファイザーにしたんですよ抗体がさ、しっかりできるモデルナ、しっかりファイザーもできるんですけど、ちゃんとモデルナの方がなんかで多くできるよみたいなさ、 あるじゃないですか、そういうお話が。いや、多くできたらカホ死ぬなと思ってファイザーにしました案の定やられてる。でも感染予防しすぎると痛いって歯が。感染予防、感染対策っていうか、菌滅菌しすぎるとさ、免疫自体がさ弱くなっちゃうからさ、な、他のやつにかかる可能性あるよね。
そう、リンパはね2ヶ月残りましたって書いてる人もいて、そんなかかるのって思ったけど、わかんない。痛み止めもらってるけど、仕事の時か寝る時に使いたいので そうしてます。痛み止めうちにめっちゃあるよ。痛むからね、常に。調子いい日の方が少ないんですよ。なんて日だ。公園、今日はね、まあ、熱があったら出れないんですけど、けど胃痛じゃない限りは動けるのでそう、体温ね基本的に37度なんですよ、ずっと37度前後。そう、高いの。帰ろ帰ろ。トドロキくんかもしれん。エンデバー。何も溶かせん。やばいですか？今日もだって37とかだったよ。なんかね、毎日37、ほぼ。まあ、調子いい日で 36.8 とかだから37とかだから 37.1 とか見てってもあんまりびっくりしないんだよね。もう微熱なのかな、わかんない。だからさ、そう、予防接種した後も38度あっても気づかないのよ。なんか痛いなみたいな。そう、あ、無理って感じにならないの。 38.5 とかいくと熱あるかもって思うんだけど、38度なったばっかとかだとね、わかんないんだよね。関節痛いぐらい筋肉痛かなみたいな感じなんで。体温毎日測ってるか、もうだってこの状態で置いてあるからね、ケースにすら入ってないの38.5 ぐらいかな。でも 38.3 ぐらいをキープしてた途中で。そう、もう常に測るもん。かほ、起きて測るし、寝る前に測るし暇だったら測るしみたいな暇つぶしに測っちゃうからね。というわけでランキング見ます。今日は中でいきますね。
1ありがとうございます、2ありがとうございます、3位ありがとうございます、4位ありがとうございます、5位ありがとうございます、6位ありがとうございます、7位ありがとうございます、8位ありがとうございます、9位ありがとうございます、10位ありがとうございます、11位ありがとうございます、12位ありがとうございます、13位ありがとうございます、ありがとうございました皆様、チュチュあした外カワラボなので聞いてくださいね、約束、聞いてくれないと歯抜くからね、歯が痛い歯が痛い、昨日から歯が痛い、歯医者さんは明日までお休みです、ああ歯が痛い、ああ歯が痛い、上の歯の一番奥の去年の虫歯です、歯が痛い歯が痛い、昨日から歯が痛い、歯医者さんは明日までお休みです。